こんばんは、新谷 D のもう好きにして、パーソナリティの新谷です。まあ、先月第1回がね、9月にアップロードしまして、まあ、もちろんね、僕自身も聞いたんですけど、夜中 10時ぐらいにそのデモテープみたいなのが届いて、まあ、それを自分でも聞いたんですけどね、もうとにかく暗いしテンション低いしっていう、まあ、反省するところがね、たくさんあった回だったなと自分で思ったんですけども、自分がネクラなんですよね。やっぱごまかせないところでね、結構ネクラなところが出てるなと思って、自分で夜中聞いてね、すごく恥ずかしいような思いもしたんですけれども、皆さんのねお力借りて、そのいいラジオにしていこうというね、皆さん頼りでコーナー考えました。新コーナー上げて、今回、僕のテンションを上げて緊張をほぐしてくれるようなお便りを募集しました。リスナーの皆さんに僕のラジオ手助けしてもらおうということで、新コーナー上げてやっていきましょう。まず1通目、ラジオネーム不完全変態、褒めてくれるようなお便り。新たに D のイラストが新紙幣の原画になります。嬉しいですね。1万円札が渋沢栄一で、5000円札が津田梅子、1000円札が北里柴三郎になるっていうので、2000円札が空いてるんですね。ただ2000円札ですかね、僕のねイラストが原画になるのは。沖縄ではね、もう僕の顔は知れ渡るでしょうね。2000円札、僕今まで数えるぐらいしか見たことないですけど、イラストが新紙幣になったら嬉しいですよ。ありがとうございます。上がりました。さあ続いて、ラジオネーム母タルト大鶴飛弾。ちゃんごめんね。じゃあ僕が上がるようなお便り。初回放送にて帰省の話、帰る方の帰省ですね、から派生して、帰省中の方の帰省の話になり、最終的には、人間は地球外生命体によって帰省されているに過ぎないという激ヤバ思想をリスナーに押し付けてきたところから、非常に真のある人間なんだなと感心させられましたよ。そんなわけあるか。いや、そんな話してないですよ僕。第1回放送で岡山県総合グラウンドの張り紙の話をしたんですね。なんか思想強めの、なんか電磁波がなんたらとかマインドコントロールがなんとかって書いてるやつですね。いや、ちょっとあれ思い出したくなかったんでね、これ下がりますわ。上がらないです、大鶴飛弾さん。ちょっとね、次で最後なんですけど、3通目で、ラジオネームコットン虚無、僕のテンションが上がるようなお便り。初回の放送でマインドコントロールの阻止に関する忠告作業ですねをお読みいただいてありがとうございます。我々の思想を岡山大学の皆さんに広めていただいてありがとうございました。そこで新たに D に特別広報部長の役職をご用意しますね。テンション上がるでしょ。上がるか、こんな特別広報部長。いやいらないですよ、そんな激ヤバ団体の思想を広めていただいてありがとうございましたっていうね、なんかそういうつもりでやってないですしね。どっちかというと注意喚起ですから、あれはこういうのに気をつけてくださいっていう意味で紹介しましたから、上がりこそしませんでしたけどね。ありがとうございます。いいアイドリングになったんじゃないかな。ちょっと最初の以外はあんまり上がらなかったんですけど、とりあえずこれで新コーナーね、とりあえず1回目終わりということで、普通のお便りね、もう募集していますから、普通のお便り読んでいきましょう。ラジオネーム思想のシーソーゲーム、第1回にもお便りを送りました。おととい、あさってです。名前変えたんですね。おとといのあさって来やがれでしたかね、確かね。投稿させていただいた時点ですでにこちらの企画力が若干足りなかった気がしていて、新谷さんには申し訳ないなと思いながら番組を拝聴しておりました。お醤油チャレンジしてくださってありがとうございました。これあれですね、第1回の時に醤油にお醤油のケースに飲み物を入れて、それを先輩の前で飲んでほしいみたいな投稿があって、それはこの後出てくる先輩の後前でしたんですけど、新たに行くんならやりそうな気がすると思ってつって6分ぐらい放置されたんですよ、気づかれてたのに。企画がねちょっと頓挫してしまったやつのことですね。お醤油チャレンジしてくださってありがとうございました。今後も陰ながら応援させていただきたいです。陰ながら正面から応援してくれよって思いますけど、そろそろ季節の変わり目ですし、どうか健康面や安全面にはお気をつけて。ありがたいですね、優しい方だ。季節の変わり目ですしっていうね、優しさが、いや全然こちらの企画力が若干足りなかった気がしていてっておっしゃってますけど、あれは僕と先輩が悪かったんでね、あれは普通成功して叱るべき企画でしたから、全然気にしなくていいです。ありがとうございます。
ラジオネーム母タルト大鶴飛弾。新たに D さんは当館即熟という四字熟語を知っていますか。文字がその頭に寒い、足に暑いって書いて当館即熟で、頭を冷やし足を温めるという健康のための知恵のことを指すらしいのですが、四字熟語界で一番しょうもないと思いません？意味、見た感じのままっていうより、裏切りのなさ、〇〇界で一番しょうもないものをリスナーに聞くコーナーとか、作ってくれやこら、何やお前こら、作ってくれやこらって。いやいや、まあまあまあ、ちょっと気になりますけど、当館即熟ね、頭を冷やし足を温めるという健康のための知恵、確かにしょうもないね。当館即熟、結構画数が多いんでね、すごい荘厳というか、なんか強そうな感じありますけど、意味知ったらね、結構そんなことなんだと思いますから、まあいいですね。〇〇回で一番しょうもないものをリスナーに聞くコーナー、まあありがとうございます。ラジオネーム不完全変態。私は過去に戻ってやり直したいことがあります。高校の卒業アルバムの写真を撮り直したいのです。撮影の日、私はストレスが溜まっており、カメラマンさんに睨まないでくださいと言われるくらいイライラしていました。最終的に無理に笑おうとしたせいで不審者のような顔になってしまいました。まあ緊張とかもありますしね。新たにでは過去に戻ってやり直したいことはありますか。まあそれで言ったら、僕も高校の卒業アルバムの写真でね、まあ一個あるんですけど、屋上に連れてかれて、でまあそこでクラスのみんなで撮るんですけど、まあ集合写真の他にその自由写真というかね、何人か仲のいい人たちで集まってちょっと撮ってみてよみたいなのを言い出すんですよ。でまあそんな、まあ仲いい人いなかったんですけど、それもやり直したことですけどね。まあ限られた人で撮っていく中でね、まあちょっとテンション上がっちゃって、共通テストが終わった後だったのかな、確か。だからなんか解放されたような感じで、僕もテンション上がっちゃってね。集合写真でクラスとかでバーってなってる写真の中に、まあ、お調子者とかがその端っこの方でね、寝転がったりするじゃないですか。僕それを2人のツーショットの写真でやったんですよ。まあ1人が立ってて、僕が寝転がってて、お前それあんま2人のツーショットでやらんやろっていうことの写真なんですけど、それがね、卒業アルバムを開いた時にむちゃくちゃ滑ってて、なんやこいつって自分で見て思ったんですけど、なんかまっすぐ青春みたいな写真撮ればよかったなって思うんですけどね。今ね、一生残るものですから卒業アルバム、まあ、不完全変態さんと一緒でね、やっぱり、僕もやり直したいなと思いましたけど。新たに D のもう好きにして、はい、ということで今回の依頼コーナーです。今回の依頼コーナーはゲストをお迎えしています。こちら、僕が可愛がっている先輩、赤松先輩です。お願いします。お願いしますね。こちらお願いします。こちらわしゃ家電製品か、お前。可愛がってる先輩、ね、可愛がられてる先輩だそうですね。いただきました。収録後に殴っておきますけども、はい、まず自己紹介簡単に。自己紹介、どうも、岡山大学文学部人文学科心理学領域の赤松と申します。真央くんの直属の先輩になるの、まあ、そうですね、そういうことになるね。いろんな放送部外のちょっと落語研究会でもね、真央くんに可愛がられてるんで、ちょっとそういうことになると思います。お願いします。お願いします。どうですか、早速いきますか。もうそれなんか話しますか。まあもうここでダラダラしててもね、もう楽しみなんですけど、もう物質の中に嫌な匂いが立ち込めるだけだから、まあね、じゃあとりあえずね、依頼の発表いきましょう。それでは今月の依頼、ラジオネームバナナに謎なんぞないさんから、カエルのお肉食レポしてほしいですということです。なぜ俺を呼んだ。楽しみです違う、前代未聞や、ほんまに。やっぱなんか先輩を呼んだ理由というか、まあ、第1回放送で、まあ、一人喋りやったんですけど、まあ、一人喋りって難しいなと思って、まあまあね、まあ相槌もないですし、まあ、結構ねその序盤でも言いましたけど、結構反省する点が多かったということで、誰か巻き添えが欲しかったんで、とりあえずそのこいつはコラテラルダメージでいいやと。あ、そうですね。そっか聞いたことないのよ、先輩の LINE にさ、お疲れ様です、カエル食べてほしいんですけど空いてる日程あります？聞いたことない、マジで。カエル食べるか12時間歩くかどっちがいいですか。ね、今月の依頼を募集して、その一番現実的だったのがカエルやったんですよね。だから一番その楽なやつがカエルだったんで、そっか、まあ、僕もそんな先輩にその黒いとかは
苦労とかその辛い思いをしてほしくないんで、いろいろ考えたんですけど、その言葉を使う資格はないよ。カエルをとりあえず選んでみたんですけどね。そうですか。ま、あのただカエルをね食べるだけでは、あの私満足できない体でございますから、こちらの企画を考えました。何でしょう。さあ、チキチキカエル、ちょもう一回いきましょう。頼むぜ、頼むぜ、マジ、もう一回いきましょう。チキチキカエル肉大食いタイムアタック、景品もあるよ。もうワートも言いたくないよ。俺はさ、もう ラジオだからさ、はい、今映ってないかもしんないけど、はい、これが大食いする人間に見えるかね、君には。なあ、この BMI17 の男がさ、ね、大食いする人間に見えるかね。まあまあ大食いというか、まあ早食いですかね。うん、だからまあ対等ですよ。対等、対等、対等ですよ。対等ですか。そのウェイト差とか関係ないですよ。カエル肉大食いタイムアタック、ね、まあちょっとすいませんね、ちょっと少ないかもしれないんですけど、1キログラムねカエル肉用意していますんで、1キログラムのカエル肉をご用意なされた。すいません、ちょっとあの少なくて、あー、いえ、申し訳ないです。そうもないです。あの昨日の夜から解凍して、醤油、ね、醤油とネギのタレに漬け込みまして、で今日本当この撮影に来る前にもう焼いてきたものなんですけどね。出店で出すよそんなもの、こんなとこ持ってこなくても。勝負の勝負ですんで、あ、勝負なんですか。一応対等になるように僕は味見とか一切してません。ああ、そこはストイックなんだ。そうですね、だから分かんないですね、まだ。ただあの解凍した時にむちゃくちゃ臭かったんですよ。なんかその生臭さが、さっきもあの指に匂いが手についちゃって、うん、ちょっと洗ってきたばっかなんですけどね、僕自身もあんま気は進みませんが、だからこういうのってあれなんですよね、企画してる時が一番楽しいんですよね。そうだよ。実際昨日料理してる時に20回ぐらい後悔して、むちゃくちゃ臭いやんと思って。冷凍庫埋まったんだっけ。あ、そうですね、冷凍庫がカエルで埋まっちゃって、まあまあでもとりあえずね用意はしてきましたんで、ね、まあでもさ、あの元々の、はい、お願いっていうか依頼はあれでしょ、カエル肉食レポしてくださいでしょ。あ、そうです。まあ、早食いは早食いで、まあもうしゃあないからやるとして、ちょ、一回ちょっと一個ずつぐらい普通に食べない。あ、まあまあいい、もちろんもちろん。ちょっとあのさすがに味知らないものを初手から書き込む勇気がないのよ。そう、一応そのあれなんですよ、うん、まあ、醤油、さっき醤油だれに漬け込んだやつって言いましたけど、まあ、一部その酢のままの味も用意してますんで。ああ、酢のままのカエル。 うなぎでいうそのまあかば焼きと白焼きってあるじゃないですか。その白焼きの方ですね、はいはい、あ、はい、一緒にされるうなぎがかわいそうだよ。まあまあ、あの作ってきました、ね、作ってきましたか。ここから先ちょっとね動画差し込みますけれども、ちょっとあのあれかもしれないですね、あるまあ R30 ぐらいかもしれないですね。ちょっとね、岡大公認団体史上初R つきますね。 R がつく。うん、そうか、 R してちょっと申し訳ないんですけど、じゃあ、まあ、見たくない方はちょっと飛ばしていただいて ね年齢の低い方はもうここでブラウザバックしていただいてね。そうですね、まあ、結構あのこの番組子供たちも結構聞いてると思うんですけど。聞いてるもんか。ちょっとすいません、聞くわけないやん。ここ親御さんがちょっと YouTube とか止めていただいて、親御さんが YouTube で初回から運動公園で野宿してるラジオ聞かせるわけない。そう、リビングのね、どんな対響、リビングのテレビでちょっと消してもらって、ここだけ。ああ、まああのフジテレビとかカエル肉の調理工程ね撮ってきましたんで、そこからまずご覧ください。はい、はい、ということでこちらカエル 1kg でございます。ベトナム産の冷凍牛ガエルで 1kg Amazon でね購入しました。さあ、ということで料理を始めていきます。震えてまで。こちら今解凍終わりましたカエル肉ですね。イカれた科学者のラボみたいになってますけど、気持ち悪い。いや、むちゃくちゃ臭くてね、今ね、この生臭さというか鼻にまとわりつくようなカエルだなっていう生臭さがすごいしてるんですけど、まあどうせならその美味しくねいただきたいので、素材そのままの味で、でもう半分が醤油とネギのタレに漬け込んでというような下味をつけていくっていう工程ですね。さあ、最終工程、焼きの現場でございますけども、いい感じに一夜起きまして、しっかり水分取りましてね、最高の状態のカエル今からグリルしてねいきたいと思いますから、こちら焼き上がりましたカエル肉。うん、
すごいいい匂い。ちょっとね、1キロ買ったんですけどね、1キロではちょっと足りないかもしれないっていう、ちょっと食べちゃうかもしれないから、すごい美味しそうな匂いがねしてますから、はい、以上です。新たに D のもう好きにして、はい、ということでこちらセッティング完了しました。一応見せといた方がいいですかね。こちらカエル肉ですね。こちらの、まあ、2匹がその素材の味のままの塩コショウしかもっとしてないですね。でこっちがネギ醤油だれに漬け込んだ、一夜漬け込んで、来る直前に焼いたものです。さあテンション上がりますね。なんでそんな満面の笑みなの。意味わかんないんだけど。今日が楽しみで楽しみで。先輩にカエルを食わすのが楽しみで仕方なかった。仕方なかったですね。ああ、なんかした俺。なんかした。いやでもなんかそんな悪いもんじゃないですよ。まあそう思ったよりね、うん、なんか見てくれが悪いなって感じじゃない、ね、確かにね。あの千と千尋のね、最初お父さんたちが食う料理みたいな。豚になるやつ。そうです。ああ、危ねえ、合ってた。俺千と千尋見てねえんだ。ブレるな。見たことねえんだ。ごめんな。いやまあまあとにかくね、まあ。ちょ、うん。な、いいですか。3分の前にさ、ちょ、はい、一個食わない。ああ、まあ今。今。まあそうですね。まあ、まあとりあえずその食レポでしょ、だって元々の依頼は。依頼が食レポなんで。そう。まあとりあえず一個食べてみますか。僕は味見てないんで、その公平にするために毒味してくれや。ちょっと分かんないんで、半生だったらちょっとあれなんでね、まあ、一応食べてみますか。じゃ素材の味の方を、はい、ちょっとじゃあいただきます。まず一口。今カエルの肉に歯入れたらグズルルルルルって気持ち悪い。なあくせえ。なあ、おい。いやまあまあまあ、おい。進撃の巨人の捕食シーンみたいになってる。あ、うまい。うまい、うまいか。ちょっと待ってくれ。なんかネバネバする。どういう、まあ、もう食うか、俺も食うか。なんかオクラの、うん、あのネバネバの感じ、あがオクラのネバネバの感じがと、その鶏肉の食感、あとちょっと臭み。でもそこまで悪くはないかもしれない。そう、どうぞ。ああ、どこが可食部？いやもうどこもう大体その中大体なんかこう、あ、そうそうそう、こういう、ね、もうオペの手袋でいきますけど、まあこれか、いっちゃってください。すいませんね、いただきます。うん、ちょっとごめんな。え？ぐちょぐちょの鶏肉って感じ。思ったより悪くないかもしれんけど、もう食いたくないかなって感じなんだよね。いやいやいや、またまた、またまた。今まで見た新谷くんの中で一番楽しそうなんだけど。いやなんか、まあでも鶏肉の中では下の方だと思いますけど、うん、カラス肉とかよりは上ですよね。
まあ、とりあえずまあまあ行きますか。カラス肉食うたことないから分からんけど、鳥の中では真下ですけど。鶏肉を食わせ、ということでね、行きますか。3分、そうですね、意味わかんないよ。まあ、一回ルール説明しますと、はい、説明して、これからまあそのカエルの肉をどちらが早く多く食べれるかを競います。まあ、時間は3分、3分間でより多いカエルを食べた方が勝ちです。うん、夏休み最後の思い出だね。はい、まあ、最後にね、夏を取り返そうっていうことで。俺の夏がゲテモノだって言ってんのか。まあ、流しそうめん、市民プール、カエル肉ですよ。行きましょう。どこの地域？さあ行きましょう。あ、いいですか。じゃあ3分で。はい。位置について、よーい、ドン。うまい。これね、景品も買ってありますんで。なんかグツってなったのに。歯入れた瞬間、ミキの液体出てきたんだけど。これどこまで食べたらいい？まあ、まあ、それも各々のね、スポーツシップですよ。スポーツマンシップ。もうちょっと僕はもう無理。うわ、綺麗に食べますね。食べ納めだからね。業者手が止まっていますけど。もう、なかなか飲み込めないんですよね。うん、早っ。マジか。うん、むさぼって。それだかもくともあるか、こんなこと。判定、あなたにの勝ち。あのね、飲み込めないのよこの肉。そうですね、体がね、飲み込んじゃいけないものだと認識してんのよこれ。僕も今1匹目のカエルがまだおりますもん、ここ。うん、そうなんよ、うん、そうなの。一匹目のカエルがおるんよ、これずっと。まあ、ただ僕が3匹ですね。うん、まあ、先輩を見たところ1匹、うん、圧勝です。そうだね。
圧勝です。はい、ということでね、こんなに悔しくない敗北ないよ。授与式です。まあ今日ね、本当は景品用意するつもりだったんですけど、うん、届かなかったんで、まあ、とりあえず景品だけ発表します。うん、勝者への景品は、うん、こちら、カエル肉 1kg です。やりました。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。うん、くそ。この勝敗がね、くそ勝敗をね、どうしたらええんや、1キロなんか。敗北を私は受け入れようと思いますけど。いやー、企画してるときは楽しかったんですよね。まあ、とりあえず今月の依頼クリアです。ありがとうございます。新たに D のもう好きにして、さ あ第2回新たに D のもう好きにしてもそろそろ終了でございます。先輩、うん、どうでしたか。どうでしたか。どうでしたか。まだ口の中にカエルがいるよ。あ、そうですね。なんか繊維とかが歯に挟まったり、ね、そうなんだよね。またぬるぬるもしますし、うん、やっぱこういうのって企画してる時が一番楽しいんですよね。うん、そうね、うん、夏休みと一緒やね。あのカエル肉が、まあ、500g で2000円ぐらいするんですよ。で、まあ企画用に 1kg と景品で 1kg なんで、うん、これには僕は8000円かけてるんですね。8000円分のガエル肉を買ったということ、ちょっとごめんな。拒否反応が、うん、失礼。いや、もう、まあ、結構これはもう私事ですけどね。あ、私事です、ね。まあ、今の お財布事情が。僕今ぜんざいさんが600円ぐらいしかなくて、カエルの8000で。そうなんですよ。まあ、11日ぐらいにお金入ってくるんですけど、うんうん、それまで、まあ、だからカエル1キロがあるんで生きられはできるんですけど、すごい後悔はしてますね今ね。そうだね。11日まで1キロのカエルで持ちこたえようとしてる。まあまあまあ、できるだけその食べたくないんですよね。本当臭かったんで今、うん、今も臭いですけど。そうだね。まあまあ、でもいい経験にはなりましたね。カエル食べたんだよっていう。ああ、うん、まあいい思い出としては終わらせる気はないけど、まあ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 、まあ、だからその何か辛いことがあっても、ああ、でもなー、あの時カエル食べたしなーっていうので、まあその結果良かったですねでいい感じにまとめさせようとは思わないけど、まあね、うん、苦難ありましたけど、うん、最終的にはまあまあこうやってね、まあ、2人でね、まあ、喜ぶことができて、なんだ、まあ、いいよかったんじゃないかなって思いますけど、ね、事実がね、うん、隠蔽されましたけど、臭い、本当に、まあ、もうずっと臭い、何喋っても臭い、ね、本当に跳ね返ってくる臭さが、息の臭さが、うん、まあ、皆さんね、あのカップルとかにはちょっと、まあ、おすすめできないかもしれないですね。あ、うん、まあ、この後あのキスの予定あるよとかいうね、方はちょっと控えてね。あ、そうね、うん、そうね、ちょっとデート前に、ね、デート前にカエル食べるのは良くないかもしれない。まあ、楽しかったです。そうですか。とにかく、まあ、ということで、まあ、そろそろね、うん、終わりでございます。そっか、はい、次はまだか、まだ決まってないのか。まあそうですね、次の依頼は 次、ね、次は11月になりますけど。あ、まあね、正直ね、うん、まだぬるいと、うん、まだぬるいと思います。僕やれます、まだやります。そうか、頑張って頑張って。まあ結構ね、ちょっとゲストを巻き込んで、これからも味を締めちゃったか、ちょっと楽しかったね。ごめんな、この後の、はい、この後のゲストたち、ごめんな。まあ楽しかったね今回。まあ、ね、ラジオでねこんなこと言わないけど、はい、当分呼ばないでくれって感じだよね。本当に部長はね、まあまあ落ち研の部長ですから、うん、そのね、日本のあれですよね、押すな押すなはね、押してみろっていうね。はい、いや本当にね、ひでえ回だったからね。いやいや、もう好きのうちっていう。
この臭さに関しては好きのうちもクソもないよ本当に。今回ちょっと楽しかったんで、次回からはね、まあ、うん、ゲストなるべく迎えてね、うん、誰か巻き込んでやっていこうと思うんでね、うん、どしどし、ご応募お待ちしておりますということで、ご清聴ありがとうございました。次回も投稿よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。